はい、お疲れ様です。去年の年末出した動画の、サンバーバーンを買いましたっていう動画出したと思いますが、そのサンバーの中がもう汚すぎる。なんか仕事で使ってた車っぽいんで、荷室が特にねひどい。このフードもボロボロ。まあこれは交換するからいいとして、この辺もかなり錆びてます。まあとりあえず掃除ですね。掃除でどこまで綺麗になるかやってみます。はい、雑巾で水拭きしたらまあこんな感じにはなりましたが、まだまだ汚い。これ錆とかはちょっと気になりますね。コンクリート、コンクリがこうくっついてたりして、いやはやという感じですね。なんかこれ塗料っぽいのついてたり。インナーではあんま落ちない。柔らかくはなるかな。はい、なんとかここまでは落とすことができました。内張り外せばここの隙間とかもまあ掃除できますが、まあそれはいつかまたそのうちやります。Thank you.
こういうとこのサビ、サビ落として塗装しないとダメですね。スポットサンドブラスター、こういうの持ってるんで、ちょっとこれで錆びてるとこにこうスポットブラストかけてみようかと思います。ここに、ブラストの砂入ってます。はい、ブラスト当たったとこはこんな感じで、サビは一応落ちます。ああ、こっちはなんか穴開いてますね。穴開いちゃってます。こっちも錆びてるな。スポットブラスター結構やっぱ飛びます。こうちょっと押さえつけ弱いとこう飛んじゃって、メディアの砂が、ですかね。ワイヤーブラシとかでけれんした方が効率的なのかもしれないですね。まあでも錆落ちるといえば落ちます。結構砂は飛び散ります。はい、今日はこんなとこですね。お疲れ様でした。